農費横断自動車道とは、岐阜県郡上市から道県下路市を経て、道県中津川市に至る延長約8 0トルの地域港、規格道路である。1994年12月16日、計画路線に指定された。後、1996年に一部区間が金山下路道路として事業を採択されたのを皮切りに、一部区間が共用中である。 ゲロ IC 金山 IC わら IC 中津川航空は、中津川市に設置予定のリニア中央新幹線、岐阜県駅の開業に合わせて整備が計画されている、木曽川から中央自動車道に至る延長約 5km の区間である。計画では、木曽川からリニア駅付近までは2車線、リニア駅付近から中央自動車道までは4車線で整備される予定となっている。 2013年度より計画に着手し、2014年10月に開催された第195回岐阜県都市、計画審議会に、中津川都市計画道路1.61号国道257号線、及び、中津川都市計画道路3.68号、一般国道257号線として付議されたが、地元からの反対意見が多く、県による説明が不十分として、 継続審議となった。この後、2015年10月に開催された第198回、岐阜県都市計画審議会で意義なしとして承認された。その後2016年4月に、中津川港区は事業化された。中津川港区の終点である三重京付近から、ゲロ IC の約 50km は計画区間とされている。ゲロ IC から、わ IC は、共用済みである。 ワラアイシーから、郡上八幡インターチェンジまでの約10キロメートルは調査区間となっている。中間地点である八幡町発の付近で国道を472号線と接続する予定である。ありがとうございます。